真の一枚撮りから印象かとかそういうのじゃ。はい、ドリキンがもにゃもにゃなんか文句言ってるこのさなかですが、ドライブ動画始めたいと思います。多分あの右上に赤いランプがポチ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 出てます。出てるんです。で、この今撮ってるものはなんとライカ Q2 でございます。初ですね。これドライブどうなんですかね。画角どうですか。いいですね。これでもこのスクリーンなんかこれで見てるから分かんないんだけど、それ見ていいならいいと思う。ZV-10 から急にいきなりライカ Q2 いきなりすごいね、ジャンプアップ、ジャンプアップ。暗所も一気に強くなったから、一気に明るくて。これ手ブレとかどうなの。手ブレはそんな強くないけど、多分このくらいだったらいけるんじゃないかね。コンパクトだから。あ、音声とかもちょっとね、どうなんだろうって。上に音声のメーターがビロ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 っと、あ、出てるね。まあちゃんと処理すれば、マイクは悪くないですよ。そうですか。ずっとそのマイクだけでやってきたから。まあ、半年実証されてますから。あ、そっかそっか、やってたね YouTube で。ほうほうほう。ちょっとね、編集多分しないと思う。取っ手出しでやると思うんですけど、もうね、なんかね、ね、どうした、ネズミどうしたって感じで、YouTube やんなくなっちゃった。やりますわ。なんか最初の頃、俺が日本に行ってる最初の頃、結構散歩とか頑張っとってた。そう、どうしたの。あのね、散歩はしてるんだけど、本当に散歩で、同じとこしか行かなくなっちゃって、さすがにそれを見せるのは忍びなんか申し訳ないなと思って。いやいや、そこの考え方が違うんだよね。あ、そう。そもそもだってその、自分の記録なんだからさ。そんな、ごめん、言い訳した。編集がめんどいってこと。結局そういうことじゃん。言い訳、そう、突っ込まれて今ね、自分になんか理由をつけて、そうそうそう、やらない理由をつけてんだけど。はい、そうです、はい、それ多分ね、後々そうやって突っ込まれるんだろうなと思ったから早めに言っといた。編集がめんどいんです。そう。で、しかもさ、言うほどめんどくさいほど編集してないっていう、ね。そう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 。だから取り込むの、もうほぼ取り込むのめんどくさいですって言ってるレベルだよ。そうなの、そうなの。だって切ってるだけだから。一番めんどくさいです。そう。で、いかに取り込むまでを楽にするかっていうのは結構重要ですから。そうだね。あと、じゃあ言いたいのはここですよ。もうついちゃうから。何？このマップ。これ今アップルマップにしてるからいいけど、これなんかキラキラしてるからダメだよ。 Google マップがバグってるよね、そう。マップのさ、ナビの薄くてね、普通ナビってこうこの道ですよっていうところを太線でこう色でハイライトしてくれるんだけど、Google マップが全くそれが出なくなって、ね、なんかそれに気づかなかったらめちゃくちゃ迷った。確かに。でも予約つきました。この先です。おお。30秒ぐらいです。いいね、いいね。はい。ということで、なんとか目的地に到着つきそうです。ちなみに、こう、何の説明ないけど、スープラもバッチリ。全然問題なかったです。なんで俺があなたの YouTube。違う違う。で、ね、はい、今、そう。あ、何？撮れてなかったの？撮れてるよ。違う。だから、こう、強制的にやらされてるから。なんか、ちょ、飛んだよとか言って、強めに言われたから撮ったから、なんか言い訳も何も、今回も、これすげえ強制的だなと思って。受け身でもな、なんか、強制してない。もう受け身でしかないなと思って、これもう。ライカ Q2 なんかゆっくり撮りたいなと思ったんだけど、まあいいよね。じゃ、それちょうだい。何？あ、なんかそう、あ、ほら、そうなってくんじゃ、やりますよ。何それ。素材ください。あ、そういうのやめて、そういうのやめて。なんか、私がやるから、それは。撮ったら自分でやるよ。ずるいね。どういうこと。お互いなんかあれだね。何？何がずるいの？ずるいね。何がずるいの？だって撮ったんだから。そう。どういうこと。ちょうだいって何？なんかめんどくさいとか言ってるから。いやいやいや。ここで喧嘩しないで。めっちゃ喧嘩になっちゃうから。じゃじゃーん。暑い。南にやってきました。ドリキンさん、到着しましたね。だってもう撮っちゃったから。ドリキンさんと。寒いから。え？あー、クーラー効いてる可能性あるね。クーラー効いてる。うん。
言うほどでもそうでもないかな。トリキンさんお帰りなさい。急に。じゃじゃーん。セントラルコンピューターズ。トリキンはここでなんかパソコンを買うみたいです。キーボードを買ったんですけど、こっちの方がいいのかなっていう、ちょっとトリキンに後で聞いてみよう。なんか売れてる。ちょっとブレンダーやるときにね、やっぱ必要、ちょっと必要で、これなんか人気だから買い替えたいなっていう。3D マシーン。うち多分あるんですよね。ちょっと、せっかく 3D のやつオブジェクト作り始めてるから、こういうのも挑戦したいですね。ちょっとドリキン先生に聞いて買っていいということなんですけど、これめっちゃいいんですけど、やっぱり試さないとダメですね。好みの押し心地判明。この茶色が好き。これちょっとオーダーしたいな。茶色のこの打ち心地。ドリキンがパソコン購入にあたってお店の人と相談してます。どれがいいってことなの？ドリキンさんはどれが好みですか？この最近静かなやつがいいけど、うん、すごいね、全部が違う。そう、私あのブラウンがいいんですよ、うん、ブラウンに、うん、これでしょ？そう、それその天気にもあるけど、そう、なんかそう、なんかちょっとそこがそう一緒だと思うよそれ。でもなんかそのパーツによってちょっと若干の微妙に違うのが気になるけどね。影響受けてんの？カチカチいうのはちょっと、ね、そう、耳障りなんだよね。だからそのこのキースブラウンがいいなと思って。キーブラウンってやつがいい。うん、それがいい。どれが好み？ここやっぱそうだよね。多分最初に買い与えられた、ドリキンから買い与えられたものがそれだったから、うん、それがいいって勝手に。ひよこですよ。あの、うん、すごいね。そう、楽しくない？あとこの、うん、検知の幅とかも違うんだよ。あ、そうなんだ、うん、へえ。じゃじゃーん、イータリー。ドリキンとこれ何回目だろう、あのイータリー南のレストランに来ました。そしてレストランテラ、イータリーのレストランにどうやら入れるみたいなのでちょっと待ちたいと思います。イータリーの中にあるレストランに来ました。すごい大盛況なんですか。あの予約なしで入れましたね。よかった。じゃじゃーん、カクテルとプロシュートとなんだっけこれ、モッツァレラ来ました。うまいですか？いただきたいと。どうぞどうぞ、お腹すいたからね。いただきたいと思います。来た、イカスミロブスターパスタと普通のトマトソースパスタを頼みました。めっちゃ美味しそうです。はい、ということでひとしきりご飯を食べて帰りたいと思います。買い物して。トリキンさんありがとうございました。はい、ではバイナラー。